日本を代表するボクシング漫画はじめの一歩。30年以上連載が続くこの漫画のキャラクターは、実在しているボクサーや人物がモデルになっていることをご存知でしょうか。今回はそのモデルとキャラクターを紹介、比較していきます。仙道武のモデルは赤井英和選手と言われています。赤井選手は元プロボクサーで、現在ではタレント、俳優として活躍している方なので、ボクシングに詳しくない人でも知っている人が多いかもしれません。中学高校時代は喧嘩に負けたことがなく、大阪一帯にその名は響き渡っていたそうです。またファイトスタイルも強打を生かした攻撃型で、デビューから12連続 KO とデビューから13連続 KO の仙道との類似点がいくつもあります。仙道のあだ名なにわのロッキーは赤井選手に実際につけられていたあだ名です。なお仙道の必殺技スマッシュはドノバン・ラドックが得意としていたパンチです。真柴亮のモデルはトーマス・ハーンズです。作者森川ジョージさんがインタビューにて、真柴亮などは完全にトーマス・ハーンズですと答えています。トーマス・ハーンズは元5階級制覇王者です。身長 185cm でリーチ 203cm と長い手足、左腕をだらりと下げたヒットマンスタイルの構え、ヒットマンと呼ばれた不気味な見た目など特徴は真柴そのものです。また得意技のフリッカージャブやチョッピングライトもハーンズが得意としていたパンチです。単行本3巻では真柴の戦いを見た高村がハーンズを引き合いに出しています。ジェイソン・オズマのモデルはマーク・堀越選手と言われています。マーク・堀越選手は元日本フェザー級王者です。米軍三沢基地に勤務しているアメリカ出身の黒人ボクサーで、八戸のジムに所属している点が共通点です。一歩との試合はダウンの応酬となりましたが、同じく壮絶なダウンの応酬となった高橋直人戦がモデルかもしれません。小橋健太のモデルは八百板貞夫選手と言われています。八百板選手は日本フライ級王者、OPBF 東洋太平洋同級王者です。フットワークを生かしたヒットアンドウェイのスタイルで、試合のほとんどを判定で決着しています。このスタイルは小橋のスタイルと同様で、KO を狙いに行ったために負けてしまった一歩との試合は、パスカル・ペレスとのタイトル戦がモデルと言われています。藤原義雄は藤原義明さんがモデルと言われています。藤原義明さんはプロレスラーです。ボクサーではありませんが、風貌、名前が酷似していることからモデルになっていると思われます。伊達英二のモデルは尾崎不二夫選手と言われています。尾崎選手は日本ウェルター級、OPBF 東洋太平洋同級王者、日本ライト級王者です。口周りに生えたヒゲなど風貌は伊達にそっくりです。また世界タイトルに2回挑戦しており、2回目の負けで引退しました。こういった戦績もストーリーのモデルになったのではないでしょうか。オルグ・ザンギエフのモデルはユーリ・アルバチャコフと言われています。ユーリ選手は元 WBC 世界フライ級王者です。ボルグと同じくロシア出身ながら日本のジムに所属し世界王者になった選手です。WBC 世界フライ級王座を9度防衛、日本のジムに所属する世界同級王者として過去最多の連続防衛記録です。早見隆一のモデルはヘクター・カマチョと言われています。カマチョは元世界3階級制覇王者です。素早いフットワークやハンドスピードなど華麗なファイトスタイルが特徴で、早見のスタイルも似ています。また髪型や試合前後のビッグマウスなどキャラクターもモデルにしていたと思われます。佐伯拓磨のモデルはパーネル・ウェテカーと言われています。ウェテカーは元世界4階級制覇王者です。抜群のテクニックとフットワーク、スピードでディフェンスを得意としたファイトスタイルは
スピードスターと言われた佐伯と同じです。またプロになる前はアマチュアで活躍していた点も似ています。真田和樹。真田和樹のモデルはサルバトル・サンチェスと言われています。サンチェスは元 WBC 世界フェザー級王者です。医者になることを夢見ていて、そのための資金を稼ぐためにボクサーになり世界王者になりました。しかし交通事故により23歳の若さで死亡。その夢は叶うことはありませんでした。真田は医大生で医者を目指しながらプロボクシングで活躍。一歩に負けた後はボクシングを引退し医者となりました。世界王者になったものの医者になれなかったサンチェス、若くしてボクシングを引退して医者になった真田。ストーリーは対照的ですが、医者を志しながらボクシングに打ち込んでいたという異色な境遇は共通していました。幕の内一歩。主人公の幕の内一歩はマイク・タイソンとレイマン・シーニ、浜田剛選手、ジャック・デンプシーがモデルになっています。作者森川ジョージさんが、一歩はレイマン・シーニという選手とマイク・タイソンを混ぜたみたいな感じですねと答えています。また初期には浜田剛選手がモデルとも答えていました。レイマン・シーニは元 WBA 世界ライト級王者です。身長164cmと一歩と同じ身長で、ファイトスタイルも無尽蔵のスタミナを生かしガンガン前に出てパワーパンチを打ち込んでいくというまさしく一歩と同じスタイルです。マイク・タイソンは元 WBA、WBC、IBF 世界ヘビー級統一王者です。B カブスタイルという一歩と同じ構えの選手で、作中でも紹介されています。また、マイク・タイソンの B カブスタイルで防御を固めて頭を振りながら、並外れた踏み込みの速さで一瞬で相手との距離を詰め、至近距離から強打を打ち込むスタイルも一歩そのもので、一歩の必殺技、ガゼルパンチも、タイソンの飛び跳ねて打つパンチを彷彿とさせます。浜田剛選手は元 WBC 世界スーパーライト級王者です。一歩と同じハードパンチャーで、トレーナーに練習を止められるほどの練習好きで、階段を四つん這いでしか登れなくなるほどのオーバーワークをした経験があります。ファイトスタイルよりもそういった精神面でモデルとなった選手と言えるでしょう。ジャック・デンプシーは元世界ヘビー級王者です。一歩一番の必殺技であるデンプシーロール。前傾姿勢で8の字を描くように左右から強力なフックを放つこの技のモデルは、名前の通りジャック・デンプシーの技が元になっています。高村守。高村守のモデルはロベルト・デュランです。作者森川ジョージさんがインタビューにて、高村守はロベルト・デュランをモデルにしていますと答えています。外見に関しては、はじめの一歩第2巻で高村という作者の友人がモデルになっているということを明かしています。ロベルト・デュランは元4階級制覇王者です。デュランは身長 170cm と、身長 185cm の高村とは比べてかなり小柄ですが、ライト級からスーパーミドル級で戦っていた選手です。強打を生かしたアグレッシブで野性味あふれるファイトスタイルでありながら、基本技術に裏付けされたボクシングや目や勘の良さが光るディフェンスなど、高村の特徴と一致します。さらに破天荒で喜怒哀楽が激しく、性格の面でもモデルになっている選手です。青木勝。青木勝のモデルは和島光一選手と言われています。和島光一選手は元 WBA、WBC 世界スーパーウェルター級王者です。ひょうきんな性格で、試合前に相手の前にマスクをして現れ、体調が悪いように見せる試合外での突飛な心理戦など、キャラクターが似ています。変則でトリッキーなファイトスタイルも青木と合致していて、青木の必殺技カエルパンチよそ見も和島選手が実際の試合で披露した技です。木村達也。木村達也はモデルではありませんが、真柴戦で放った必殺技ドラゴンフィッシュブローは、ジェームス・キンチェンが真柴のモデルであるトーマス・ハーンズを破った際に使用したパンチがモデルと言われています。沢村隆平。沢村隆平のモデルはアイク・クォーズと言われています。元 WBA 世界ウェルター級王者で、固く
タイミングの良いジャブは沢村の必殺技バレットを彷彿とさせます。パクチェンゴーとの試合では終始的確に鋭いジャブを当て続け、パク選手の顔は腫れ上がり流血 TKO となりました。ほぼジャブだけで決まった試合でした。また沢村という名前はバスフィッシングのプロ沢村幸寛から来ていて、キャリルジムも沢村が営む釣り具店キャリルから取られています。必殺技のバレット先行はルアーの名前から付けられています。この辺りは作者森川ジョージさんの趣味の釣りの影響でしょう。鴨川源氏会長。鴨川源氏会長のモデルは安倍幸四郎会長と言われています。安倍会長は安倍ボクシングジムの初代会長です。安倍ボクシングジムからは宮田一郎のモデルとなった高橋直人を輩出しています。リカルド・マルチネス。リカルド・マルチネスのモデルはリカルド・ロペスです。作者の森川ジョージさんがインタビューにて、リカルド・マルチネスのモデルはリカルド・ロペスですか？という質問に対して、ロペスです、あの当時僕が直に見た世界チャンピオンで一番強かったですと答えています。ロペスは2階級制覇王者です。52戦51勝1分けの無敗で軽量級ながら 71% と高い KO 率を誇ります。名前も似ていますが、メキシコ出身無敗のボクサー、冷徹で打たせずに打つ完全無欠なファイトスタイルなど無理2つです。板垣学。板垣学のモデルは福島学選手です。作者森川ジョージさんがインタビューにて、板垣学が福島学くんと答えています。福島選手は元日本スーパーバンタム級 OPBF 東洋太平洋同級王者です。初めの一歩に憧れてボクシングを始め、入会したジムがたまたま森川ジョージさんがオーナーのジムだったというエピソードがあり、森川さんと交流のあった選手です。スタイルは変則的で、広い足のスタンスは板垣に似ています。ブライアン・ホーク。ブライアン・ホークのモデルはナジーム・ハメド・ロイ・ジョーンズ・ジュニアと言われています。作者森川ジョージさんがインタビューにて、ブライアン・ホークはやはりナジーム・ハメドですか？という質問に対して、はいと答えています。ナジーム・ハメドは元 IBF、WBO、WBC 世界フェザー級王者です。だらりと両手を下げ、ノーガードで相手を挑発し、大きく上体を反らしてパンチを避けカウンターを放つなど、変則的なスタイルのボクシングでオークとウリ2つです。またサイドが開いた派手なトランクスや試合前後のパフォーマンスもオークに似ているなど、オークは作中で最もモデルに似ているキャラと言っていいかもしれません。ロイ・ジョーンズ・ジュニアは元4階級制覇王者です。ロイもまたたびたび両手下げノーガードで挑発するパフォーマンスをしており、驚異的な反射神経でパンチをかわし変則的なパンチを放つなど、超人的なファイトスタイルでした。そういったイメージもホークと近いものがあります。デビッド・イーグル。デビッド・イーグルのモデルはオスカー・デラホーヤと言われています。デラホーヤは元6階級制覇王者です。アマチュアではオリンピック金メダルを獲得。基本に忠実なファイトスタイルで端正な顔立ちなどが共通点です。今江勝隆。今江勝隆はバス釣りのプロ、今江勝隆さんがモデルと言われています。漢字違いの同名、顔のイボの位置など共通点が見られます。また所属していたジムの菊本会長のモデルもバス釣りのプロ菊本俊文さんと思われます。沢村隆平の必殺技なども釣りの用語が元ネタとなっていましたが、これらは作者森川ジョージさんの趣味が釣りであることから来る遊び心と思われます。いかがでしたでしょうか。他にもモデルとなっている選手やキャラクターがいるかもしれません。皆さんの知っているあるいは予想のモデルやキャラクターがいましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。ヤンジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、素晴らしいですね。はい、左ボディ立てるというようなシャッター、このえぐり取るような左のボディかもしれない。